深沢七郎は日本の小説家、ギタリスト、山梨県生まれ、北は中学卒、職を転々とし、ギター奏者として日劇ミュージックホールに出演。奈良山節公が正宗白鳥に激賞され、異色の新人として注目を集めた。中央公論に発表した風流無担に関わる右翼テロ事件後、筆を折った時期もあったが、 土俗的な庶民のエネルギーを描いて、独自の作品を発表し続けた。農場や、今川焼き屋を経営したり、ギターリサイタルを開催したりと多くの話題を残した。他に代表作、笛吹川、東京のプリンスたち、庶民列伝、道のくの人形たちなど。1914年1月29日、山梨県東八代郡伊沢町に生まれる。 旧正紀化は中学校卒業。中学の頃からギターに熱中し、ギタリストとなる。1954年、桃原鬼の芸名で、日劇ミュージックホールに出演した。1956年、42歳の時に、オバステさんをテーマにした、奈良山雪光を、中央公論新人賞に応募、第1回受賞作となった。三島幸男らが激賞して、ベストセラーになった。 しかし、芥川賞候補にはならなかった。また、戦国時代の甲州の農民を描いた1958年の笛吹川も評判になり、映画化もされた。1960年末に中央公論に発表した風流無端の中で描かれた皇室の描写をめぐって、翌年、中央公論者社長宅が右翼に襲撃される、島中事件が起こった。 そのため筆を折って3年間各地を放浪したが、そのまま、流浪の出記などを執筆している。1965年11月8日、埼玉県南埼玉郡商部長に落ち着き、上大崎の見沼大洋水近くに二人の若者を連れて、ラブミー農場を開き、以後そこに住んだ。このラブミー農場には、嵐山幸三郎、赤瀬川玄平、篠原勝幸らが訪れた。 1968年10月31日、心筋症による重度の心臓発作に見舞われ、生死の境をさまよった。以後、亡くなるまでの19年間、闘病生活を送ることとなる。1971年、東京都墨田区東向島の東部引船駅の近くで今川焼き屋、夢屋を開く。1980年、道の区の人形たちで第7回。 川端康成文学賞に選ばれたが、摂政の罪を理由に受賞辞退。1981年に、道の区の人形たちで、谷崎純一郎賞を受賞した。1987年、8月18日、深沢は、床屋の椅子に座り昼寝をしていた。付き人が用を足しに、ほんの数分離れ、戻ってくると深沢は、死んでいた。73歳坊 国別式では、遺言に従って、フランツリストのハンガリー教師局やエルビス・プレスリー、ローリング・ストーンズなどを BGM に自ら、般若心経を度胸したテープや、自ら作詞した、奈良山説の弾き語りのテープが流された。深沢は、エルビス・プレスリーの大ファンで、短編しか書けないのは、マンボや、ロカビリーやウエスタンのような小説が書きたかったからと、語っていた。 東京のプリンスたちにはエルビスの曲名が次々に登場する。また、ビートルズやジミ・ヘンドリックスも好んでいた。ありがとうございます。